DRBD の概念図。DRBD は Linux プラットフォームの分散ストレージシステムである。カーネルモジュール、管理アプリケーション、シェルスクリプトで構成され、高可用クラスタで使うのが一般的である。DRBD は RAID1 に似ているが、ネットワーク上で動作する点が異なる。DRBD はソフトウェアを指すと同時に、 そのソフトウェアで管理される論理ブロックデバイスも指す。DRBD デバイスとか DRBD ブロックデバイスといった故障も見受けられるが RAS 症候群の一種であることは言うまでもない。DRBD はフリーソフトウェアであり GNU General Public License Ver.2 でライセンスされている。DRBD の論理ブロックデバイスは既存のブロックデバイス群の上に存在し、 クラスタノードを構成している。プライマリノードへの書き込みは仮想のブロックデバイスへ転送され、同時にセカンダリノードへも伝播される。セカンダリノードは書き込みデータを対応する仮想のブロックデバイスへ転送する。読み出しはすべてローカルに行う。プライマリノードで障害が発生すると、クラスタ管理プロセスがセカンダリノードをプライマリ状態にする。 この繊維の際に FSCK やジャーナルリプレイといった DRBD 上のファイルシステムの完全性検証を必要とする場合もある。障害の発生した元のプライマリノードが復旧したらそれを再びプライマリにする場合もあり、その際にはデバイスデータの再同期が必要になる。DRBD の同期アルゴリズムは デバイス全体ではなく停止していた間に更新されたブロックだけを再同期するもので効率的である。DRBD はハービークラスタマネージャーと共に使うことが多いが他のクラスタ管理フレームワークと組み合わせることもできる。ゼのような仮想化技術と組み合わせたり Linux の論理ボリュームマネージャーと組み合わせることもできる。2007年1月にリリースされた。 DRBD バージョン8は、負荷分散構成もサポートしており、両方のノードで同時に読み書きできる構成も可能である。そのような構成では分散ロックマネージャーが必須となる。クラスタシステムは一般に共用ストレージを使い、クラスタリソースに使うデータを格納する。この方式には、以下のような欠点があり、DRBD はこれに対処できる。 総じて、共有ストレージに対して、安価で冗長構成が可能となるところに、優位点がある。DRBD は安価で、かつ汎用性の高い構成で、冗長化を構成できるメリットがある反面、いくつかの課題も存在する。総じて、中、小規模システムへの適用には向いているが、大規模構成への適用には向いていない可能性を考慮しなければならない。 DRBD は Linux のブロックデバイスとして次の用途に使用可能である。DRBD を使ったクラスタはファイルサーバやデータベースといった負荷に同期レプリケーションと公開要請を提供するのに使われる。DRBD 開発者はこのソフトウェアを Linux カーネルコミュニティに2007年7月に提出し将来の Linux カーネルに DRBD を含めることを希望していた。長い議論の末、2010年2月24日にリリースされた Linux カーネル2.6-33に取り込まれた。ありがとうございます。